日本一の断熱マニア、昇前デザインの田中です。今日は樹脂サッシと外がアルミ中が樹脂の複合サッシの違いについて話したいと思います。日本全国で、窓に関しては樹脂サッシが有利という常識が結構あるみたいです。確かにそれは間違ってないと思います。ただ私たち北斗市、日照時間が日本一の地域においてはこちらの方が樹脂サッシなんですが、私たちはこちらの複合サッシをおすすめしています。なぜかというと同じ窓のサイズでここに書いてある明るさの違い、ここのガラスの面積が樹脂サッシより複合サッシの方が広いです。広いということは太陽の日差しをよく取り入れられるということで、北斗市の日射が日本一の中では太陽をとにかく取り入れる窓の方がプラスになります。窓の性能、いろんな種類の窓がある、いろんな種類のガラスがあるんで、それを入れ替えると性能は変わってくるんですが、基本的に太陽の暖かい日差しを取り込むことによって、北斗市、山梨県、あとは埼玉県も日照時間なんか長いんですが、東京の方はちょっと暖かいので、夏型仕様で考えないといけません。北斗市はもちろん冬型仕様で、太陽の日差しを取り入れるんですが、例えば私が新潟に家を建てると全く逆で樹脂サッシしかおすすめしません。なぜなら、新潟県、ドイツのように日照時間が短い地域では樹脂サッシだったり木製サッシの方が有利に働きます。あくまでもこれは一般論でもなく、その地域地域によって変わってくるので、何が正しいかというのは正直ありません。エリアエリアの気候があり、日照時間が長かったり短かったり、標高が高かったり低かったり、いろんな観点から、その地域の特性に合った窓を選ぶというのが大事な提案だと思います。